マウントプレザント中央図書館マウントプレザントはウエストチェスター郡にあり西側はハドソン側に面しているマウントプレザントはアメリカ合衆国ニューヨーク州南部のウエストチェスター郡にある町及び国勢調査指定地域でニューヨーク都市圏に属している2010年国勢調査での人口は43,724人マウントプレザント国勢調査指定地域には バルハラ、ホーソーン、ポカンティコヒルズ、ソームウッド商村、プレザントビル、スリーピーホロー村があり、また、ブライアクリフマナー商村の東部を含んでいる。2000年国勢調査による人種構成は白人84.25%、黒人5.07%、アジア系3.26%などであった。この国勢調査指定地域内のポンティコヒルズには、 ロックフェラー家の当主ジョン・ロックフェラーの荘園、カイカットがあり、1976年もアメリカ合衆国国家歴史登録財のアメリカ合衆国国定歴史建造物として登録されている。バルハラのメディカルセンターに隣接してバイオテクノロジーハブを作る計画をウェスチェスター軍は2017年に発表している。これにより1200人の雇用を創出する予定である。 マウントプレザント国勢調査指定地域の道路は、週刊高速道路287号線が街の南を東西に走っており、街中を南北に国道9号線、修道 9A 号線、100号線、タコニックステートパークウェイ、ソーミルリバーパークウェイ、スプレーンブルックパークウェイなどが走っている。鉄道は、メトロノース鉄道ハーレム線のノースホワイトプレインズ駅、 バルハラ駅、マウントプレザント駅、ホーソン駅、またはプレザントビル駅を利用できる。空港はウェストチェスター郡空港が近くのハリソンにある。北緯41度6分37秒整形73度47分55秒。北緯41.11028度整形73.79861度。41.11028-73.79861。 ありがとうございます。